おはようございます。5月18日朝5時45分ぐらいですね。いや、見えてきましたよ、相場の方。だんだん見えてきたんで、こっからね、ちょっと反撃していきましょう。まあ、画面切り替えていきますけども、まずデイリーの方からご覧ください。こちらです。はい、デイリーの方なんですけども、何が見えてきたかというとね、これね、上昇に向かいますね。上昇に向かうというふうに言わせていただきます。ちょっと私、補助線をね、こういうふうに引いてみたいと思うんですよ。ここの横ばいになっているところをさらに伸ばして、ここも横ばいになってますよね。それをさらに伸ばしていくということです。そしてですね、今、こちらのローソク足は大きな陽線を出した後に下の方に少しずつ下がってきてますよね。これがね、このゾーンに触れたら上の方に跳ねていくはずなんですよ。で、これがどういうことを意味しているかというと、ここからこういうふうに斜めのチャンネルラインが引けるんではなかろうかってことです。そしてここを超えていくシナリオですね。これがデイリーで見えてきたかなと思います。もちろんそうならない場合もありますけどもね。でも今ずっと見てきた中で、このパターンが一番多いんで、そのパターンを仮説として盛り込んでいこうと思いますね。じゃあ4時間です。それを裏付ける4時間になるでしょうか。はい。例えば、こちらの方。特にここ、2点底になってます。だからね、上昇の勢いが強いこの横ばいの箱になってるんですよ。で、今少しずつ下がってますよね。この下がっているのは結局この突発的になられた陽線を、まあ、補完するものになってるんですよ。ですからここに入ったらこの陽線の勢いが消えますんで、逆にダブルボトム、これがね、上昇浮力を作らせてるわけなんですよ。まあ、ですんで拮抗はすると思いますけども、最終的には上の方にもう一回ね、跳ね上げていくんじゃないかなと思います。で、109円785に赤線を引いてるんですけども、これずいぶん前に引いた力点なんですよ。これを超えるんじゃないかなと思うんですよね。しばらくはだから、セルの方に動いていきますよ。だそれをずっと待っていて、これがくるっとね、引き返って、倍の方に変わる瞬間があるんで、そこでエントリーしようかと思ってるってことです。で、1時間見ていきます。1時間は見やすいです。ね、ここに陽線があるでしょ。で、その陽線を取り戻すかのように徐々に下の方に下がっていってるんですよ。で、下がっていって、ここと同じぐらいのポイントでですね、この辺りですか、ちょっとはっきり分かりません。ここら辺かな。これに達した時、価格でいうと108円の780、855、635、この辺りに触れた時に上昇に転じるんではないかなと思って、今日一日を見ていこうかと思います。まあ、そこに達しない間にこういう風に上に上がったりすることもないでしょうしね。で、あとこれが下がり続ける可能性も低いと思います。ですので結局倍の方で待ち構えてはいるんですけども、エントリーポイントとしては108円の855あたりから警戒して、108円の635までには倍の方に振り替わっていくというふうに考えてますってことですね。はい、ということでね、なんとか仮説が立ちました、シナリオが作れたんで、この1点で今回は待ち構えていようかと思います。それでは今日一日、この仮説が立証されるのか、それとももう一回外すのか、ドキドキでございますけども、エントリーポイントも決まりましたんで、しっかりとね、ロットを積んでエントリーしていこうと思います。行ってみよう。